きな問題に直面しました。昭和36年山形市立病院済生館施設整備委員会が組織され、全面的改築計画が策定されました。その中で市民のシンボルともいえる本館の三層楼の処分が問題になりました。保存のためには莫大な費用がかかること、文化的な価値が十分理解されていないことが大きな問題でした。昭和40年山形市立病院済生館処分審議会が廃棄除去の答申をしました。この決定に郷土史家や多くの文化人、市民団体から反対の声が起こり、たくさんの要望書が出されました。これを受けて山形市では文部省に有形文化財としての価値について調査を依頼しました。昭和41年文部省文化財保護委員会による調査が行われ、済生館本館三層楼は明治時代を代表する優れた洋風建築として国の重要文化財の指定を受けることとなりました。この文化財指定により三層楼保存問題の決着を見たものの、済生館整備計画との兼ね合いから現状での復元を諦め、現在の花鳥公園に復元移築することとなり、昭和42年7月解体工事が始められました。工事は建てられた当時の色彩や姿をそのまま復元されることから、使用されている全ての材料に番号が付けられ記録され、慎重にも慎重に進められました。昭和44年12月に移築が完成しました。昭和46年4月、旧済生館本館三層楼は山形市郷土館として生まれ変わり、山形市の新しい観光スポットとして親しまれています。
正面玄関は吹き放しのベランダが張り出しています。処分が問題になりました。